本日は鮎をゲットして、鮎の塩焼きを作りたいと思います。行くぞー。川の水がひんやりしてすごく気持ちいいです。今年は珍しく不発でした。あ、頑張って昔の動画で漁獲高を調べたりしないでくださいね。家族が鮎の帰りを待っているというのに、まずいな、これはかなりまずい。じゃあ、鮎ゲットー。氷が売ってあって不自然、あれですよ。今時の渓流は氷も流れてくるんですよ。鮎養殖所の方に感謝しつつ調理に移ります。今回は娘が調理していきます。なかなか危なっかしい手つきですが、まあ、これも経験かな。経験といえば、男女差としてよく感じるのが、母親は子供に失敗や怪我をさせたくないみたいで、とにかく不安要素を先回りして取り除きたがる方が、多いように思えます。逆に自分の周りの方の父親もそうですが、男は失敗してでも経験から学ばせようとする傾向が強いです。先々の心配をすることを、老婆心と言いますが、母親の性質をよく言い当てている単語だと感じました。腹綿を取った後しっかり洗います。次白紙を鮎に通す作業、目に串をぶっ刺す残酷な作業なので、娘はこれが一番やりたくなかったそうですが。映像を見返しているけど、躊躇している様子はないように感じる。あ、横でふにふに作業してるのが自分です。次に塩をまぶす作業。娘は魚は頭からヒレまで全て食べたい派なので、尾びれがしっかり残るよう塩を丁寧につけていきます。親子で作業してるって育児っぽく、家族のイメージが強いですが、子供が親を必要とする期間、そして外に行く時に子供がついてくる期間は、意外と短いと思う今日この頃です。まあ、あっという間と言い切るには、色々あったような気がします。詳しくは覚えてないけど、外はなかなかのアウトドア日和となってまいりました。そして火の準備、自分が一番大好きな着火剤。火がもたつくと晩ご飯やら、いろいろと全体に影響するので、自分がやります。この着火剤がいいのは下に段ボールなどの切れっ端を引いて、着火剤を乗せて、そして小さめの炭を重ねれば、あとは最初に火さえつければ何もしなくても、炭に火が行き届くところがいいです。うちわで仰げば早く火は回りますが、たまには汗だくにならないアウトドアがしたいし。許されませんでした。うちわで仰いでいきます。ここ一番でもらったうちわを何年も使ってます。の携帯扇風機でもできそうですが、娘にもらった誕生日プレゼントなので、壊したくないので使いません。携帯扇風機の理由は、お父さんいつも暑そうだから、だそうです。息子は一切手伝ってくれず、火が起こるとマシュマロを一番に焼き始めました。お前、お姉ちゃんを見習えよ。天罰が下りました。しかし、マシュマロがかわいそう。準備はおしまい。いよいよ鮎を焼いていきます。暑かったようで娘が設置に失敗しました。面倒くさがらずに軍手をつけないといけない。お父さんつけないけど、火が通っているかどうかの簡単な目安としては、これ焼きすぎじゃねえ、ぐらいに焼いておくといいです。炭火で何か焼いていると、なんかアウトドアしている気分に浸れて好きです。無事、鮎の塩焼きができるのも、養殖所のおっちゃんたちのおかげだな。鮎を回しながら、全体に火を当てて熱を通すようにしていきます。
一番アユの塩焼きっぽい映像のところです。完成です。心配の生焼けもなく、一人一匹で完食しました。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。